皆さんどうも、マキューです。今回はね、裏ステージを久々にね、何周周回して、どれだけレアドロ落ちたっていうね、動画を撮っていこうと思ってて、今回はね、2000周ちょっとね、やってきたんで、早速ね、どれぐらいレアドロしたか話していこうかなと。で、先週でね、もう一昨日とかにね、動画上げようと思ってたら、なんかあんまり上げるタイミングなくて、いつの間にかね、もう2000周以上してたわ。てかまあ厳密に言ったら多分2300とか、400ぐらいの周回数だと思う。で、今回集計したのが、G 書、スキル書、超必殺、極楽、まあ、レアアイテムって言われてるやつかな。まあ、秘伝書とか超必殺も、まあ、ちょくちょく落ちたんだけど、それちょっと集計してるとね、大変すぎたから、まあ、今回はレアアイテムだけでってことで。じゃ、まずはね、もう早速、超必殺と極楽、まあ、まだあんまりレアじゃない方からね、言っていくんだけど、まず超必殺が7冊。で、極楽が4つだったわ。まあ、これさ、昔のね、そのレアドロ検証と同じ感じで、やっぱ極楽は落ちにくいんだよね。うん。で、超必殺が一番ね、落ちやすい傾向結構あるんで、やっぱ数的にはかなり落ちたかなと。うん。で、もういきなりさ、レアドロの数発表しちゃったけど、なんで今回さ、ちょっと話戻ると、こんなに裏ステ久々にね、やってるかっていうと、今回ね、もう知ってる通り、表より裏の方がね、気温熱いんだよね、やっぱ Y ポイント。もう、16? うん、18じゃないわ。16と23の、7ポイントの差もあるし、普通にね、高速周回2パンでできるってことで、まあ、自分はこのパーティーで G1 で周回できてるんで、結構ね、G も上げずしてできるの熱いなって感じだから、まあ結構頑張ってる感じなんだよね。だから今回はやっぱね、レアドロするのかなりおすすめ。で、話戻って、次がね、もうあれ、一番大事なスキル書と G 書だよね。で、先にスキル書が7冊だった。まあ、これ超必殺と全く同じだね。いや、これもね、昔やってた時も、大体ね、超必殺とスキル書って、同じ数並ぶぐらいね、ドロ率ね、結構近いんだよね。うん、だから謎にスキル書はね、落ちやすい。7冊で、G 書がね、やっぱ昔からマジで運悪い時って、先週に1冊とかだったよね。うん。で、今回は3冊だった。まあ、上振れもなく、下振れもなく、まあ、ちょい運良かったんかどうなんかぐらい。うん、やっぱ G 賞ね、自分も欲しくて結構やってるところもあるから、まだもう少しで G 賞またね、カンスト、今90ぐらいいきそうだから戻りそうだからね。まあ結構ね、3冊はでかいかなと。で、やっぱ今夜ね、久々にレアドロしてて、まあ少しずつアイテム回復してってるから、まあ結構でかいかなと思ってる。うん、だからやっぱ今夜ね、こんな感じでまあある程度頑張ればレアドロもね、バンバンしていくんで、まあ、Y ポイントもね、稼げるし、裏ステージね、やるのがおすすめかなと。で、みんなもさ、まあ、あんま集計ね、動画撮ってる人以外、一人一人少ないかもしれないんだけど、まあ、何周して落ちたとかね、まあ、結構レアドロするとかあんま落ちないとかね、良ければ裏周回してる人いたら、コメント欄で教えてくれればいいかと思います。はい、というね、今回は以上になります。良ければ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。